おはようございます。今日はロードバイク談義でもしようかということで、コーヒーライドを兼ねて山の上の方まで走ってきてます。今日は天気快晴でも完璧な天候ですね。ちょっと重大なことを気づいたっすわ。はい、カップを持ってきてないっす。カップ、何してんの。なんで。まあなんとかなるやろう。よし、じゃあちょっといいところ行きましょう。ちょっと景色がいいところ、新しいところをですね見つけましたので、そっちに行ってみようと思います。はい、こっちかな。やれ。おお、めっちゃ景色いいやん。じゃあここでやりましょうか。ロードバイク談義。ロードバイク談義をちょっと。めっちゃ逆光や。めっちゃ。よし。よし。タケちゃんがコリコリしてるの久々に見たわ。いやもう、久々にやってる。カップを忘れる音。じゃあこれ手でコーヒー作ってみよう。そうなんですよ。100度ぐらい耐えれるんです。すごい。ここに来てカップをすっかり頭になって。今日はもうコーヒーに特別メニューが追加されるから。ああ、もう今日買ってきた。今日は何？これですか？いや、ちょっとあれですね。セブンイレブンでちょっと恥ずかしい。チョリソーです。チョリソーを買いました。金のウインナーみたいなやつですけど、ソーセージとかウインナーとか言わんのかな。チョリソーっていう。チョリソーってなんかあるんかな。なんか辛いのが入ってるんじゃないですか。辛い。あ、死んじゃう。今日はこれに、パン、食パンを、モーニングセット。モーニングセットです。いい野菜ないですか。いい野菜です。カップを忘れなければ最高です。飲ませる。おお、あれか。あれでいく。はい。エスプレッソ。エスプレッソで行こうか。エスプレッソ。朝の。なんで疲れて。いやいや、まあ、足回すのとちょっとわけが違う。足回すのと手回すのは違う。ちょっと違うっすね。なんかちょっとペダリングのコツがつかめてないです。ペダリング。ケイデンス90。ケイデンス120ぐらい。いや、そんな間違いないですか。90ぐらいですよ、俺。今120ですわ。120ぐらい。ああ、まだあるな。ああ、ミスったね。ミスった、ね。なんでお湯なんか分かってるんですか。早速。今日はもう、エスプレッソっすよ。エスプレッソや。言うといて、あれやけど、お湯はこっちで沸かすんやった。ちょっと待って。はい、これ。あ、さっきお湯入れた方がいいですね。水を入れた方がいいですね、先。お水をやって。これ入れようか。これを入れましょう。それでいいですか。これで入れましょう。はい。まあ、せっかくちょっと沸かしたんで。まあ、これ用に沸かしたんですもんね。これをまず入れます。はい。お願いします。はいはい、いやー、熱いですね。熱いでもいいですね。熱い。これ絶対入れすぎですから。いやいや、このラインがある。マジっすか。ライン、下のライン。もうちょっと下すけど。はい。よーし。普通にミスったな。何して、貴重なコーヒーが熱っ。普通にちょっと、はい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 、手ぬぐい手ぬぐい、はい、もったいない。ちょっと失礼、多いんじゃない。
入れすぎやっていやこんぐらい入りますよちょっとこうキュッキュッとこう入れすぎやって入れすぎや絶対欲張りすぎやしてこれあのダメな例なんでこれは出てくるでしょうんだって半分でいいはずよもう後戻りはできないっすでかぶせて大丈夫かねいや大丈夫っすよ池田さんが飲むんですからよしであのちょっと待ってくださいもう僕の手が離れてからにしてくださいねよしいいっすか。いいっすよ。着火係なんで。着火係。お着きました。あ、あ、来た。お、お、来た。最悪の事態は、あの最悪はもう熱いのがパッて飛んでくる。下から漏れてるし。竹ちゃん、蓋閉まってないわ。まだ全然あるっすよ、ね、これパワーが足りなかっただけっすよきっともう一回やるかもう一回もう一回いやリアルに粉だけ出るかもちゃんとちゃんと蓋してよちゃんとしたっすけどねおっ今回は早く火力の問題だったんじゃないですかおっ来たあいいよ全然出る全然おー、いいの出てるっすよいいよ失敗じゃなかった4本ありますよこれ1本喧嘩になるやつですねどうですかえ、これ俺が切るの切らないっすよあこれでフォークでえ、このまま行くっていうことかあフォークで行きましょうちょっとなんかちょっと弦が弱かったですね本当は10っていう予定やった10っていう、あ、でも10言ってますよこういうのはあの村上くん得意よねこういうそうかもしれないです今の男の料理系は竹ちゃん得意よねあもう砂はスパイスですか砂はスパイス砂はスパイス初めて聞いたあでも攻撃目がもう絶妙っすねちょっと動かさずにしてみましょうすぐイライたくなるタイプですねイライたくなるやつやなこういうのは我慢が大事ですよこの前あのあれよ肉屋さんに教えてもらったけど焦げる寸前が一番美味しいらしいそりゃそうでしょ焦げてくるあでももうちょっとひっくり返しちゃう焦げてきてちょっと来てますちょっと弱めようかちょっと火力がダメっすわちょっと弱めようかあの池田さんオンとオフしかない人なんでちょっとあれっすそれはそうかもしれんなせっかく焦げてるとこをあのもこう上にやったのにこう戻してくるあそうこれ見てなかったわおいしいパン一緒にどうやって温めるの上に乗っけるのまあ蓋みたいな感じです蓋そんなん初めて聞いたわ僕も初めてやりますねまあ絶対違う気がする何してんの落とし蓋です。まあ、旨味を閉じ込めてるんですよ。物はいいよってやつ。なるほど。一回一枚しかできないんですよ。一回に一枚。食パンで蓋するってあんのかな。あるかもしれんな。ないと思います。新しいな。特に意味ない。この食パンは生でいいんですかね。生でいい。生でいきましょう。生の食パンって何なんだろう。火は通ってますね。最近生食パンよう出てくるな手抜かれてますねもういいんじゃないですかどうぞ生温かい食パンあどうもあ確かに生温かいわソーセージをちょっと入れる場所ちょっとじゃあいただきますよおーおーいいドンこれ何ですかそうあ、これ
ソーセージ。これガス切っとこうか。切っときましょう。あ、これはいい。いい。ハム、何？ホットドッグ。食パンでやるホットドッグ。あぶねえな。スパイスが入ってます。では、いただきます。いただきます。うん、あ、うまい、うん、このチョリソーいろんな味が入っててうまいな。ナイス、うまいっす。ちょっと久々にいいやつを食べてます。いいやつ、いいウインナー久々です。まあ、僕のロードバイクの話をお持ちしましょう。あ、ほんじゃあそうでしょ。近くそうそう買うんすよ私。マジで？マジマジ買うんすよ。知ってますよね。作ってますね。マジで？あのあれなんですよ、もうロードバイクが10年前に買ったんすよね。あのカーボンロード、それから10年ぶりの久々のカーボンロードなんですよ実は。カーボンなんですよロード。でもすごいなんか変わってきてる感はあるんですけど。全然ね、具体的に何が変わってるのかっていうのを池田さんの口から聞きたいなと思います。まあ結構今のやつでも満足できてたりもするんですけど、新しいものを知りたいっていうのもあって買うので、ただ物欲ってだけじゃなくて新しいものを知って皆さんにお届けしたいっていうこのあのリターの心によって僕は買うので。なるほど。池田さんもちょっと教えてほしいなと思いますリターの心で。物欲じゃないです。知識欲、知識欲です。知識欲、ただ所有欲とかそういうのじゃ、知識欲を皆さんに、それが僕の仕事だと思うんで、使命だって。池田さんもその使命をちょっと一緒に。なるほどね。共に歩んでいきたい。具体的になんかいろいろ変わったっすよ。いろいろ、そう、この前展示会で大阪に行ったり、いろんな情報を今かき集めてるんやけど、全然違う。ちょっとあんまりよくわからん。いや、まあよくわからんことはないですけど、ちょっとわからんことは結構あるんで、とりあえず最先端買っとけばいいかみたいな感じで。ああ、そうやね。それが一番いいかもしれない。ディスクブレーキとかも。あ、具体的にディスクブレーキとかってどうなんですかね。正直ブーツで満足してるんですけど、ブレーキで。ムーツだからリムブレーキか。リムブレーキです。リムブレーキのチタンムーツ。ね、もちろん満足できるとできますよね。でももう違うなんていうかな、違う進化を遂げたもう一つのロードバイクが、やっぱ正直ディスクブレーキなんか持ってるんですよ。ブーツ以外はディスクなんでロードバイクにいるかみたいなことってあるんですよ、ね、ああまあでもいるやろうな。いるんですね。それはなんか情報を得たんですか。情報を得ました。ちょっとお聞かせください。聞かせてくださいよ。ディスクブレーキになったので、はい、もちろんブレーキは効くようになってるんですよ。はい、効くようになってて、それはまあ当たり前じゃないですか。いいブレーキになった、まあまあ、車とかバイクと一緒のブレーキになったとかで、油圧になったとか、これで効くんですけど、一番メリットがでかいなと思ったのはリムの方や。リムが役割が一つ減ったみたいな感じです。だから形状がリムブレーキってこう横からブレーキシューでグッと挟まないけんから、そこは挟めるようにっていう形にしとかなきゃ、はいはい、平らの。でもそれがなくなったからリムの形が完全に自由になったので、だからディープリムにしたり、もっとこう空気抵抗を減らすような加工がリムの端っこまでできるようになったり、あとはリムの幅もブレーキキャリパーに左右されなくなった。左右されるっす。されなくなったっすね。V ブレーキつけるときとか大変なんですよ。一応調べたりして幅決めてってやるな。それがないんすね。なくなった。あ、なるほど。それは非常に大きなメリット。自由度が上がったっす。自由度が上がった。ブレーキキャリパーがついてるこの隙間もこれがなくなることで自由になったんで、太いタイヤも装着できるようになったし、フェンダーみたいなアクセサリーをそのタイヤとフレームの間に入れることができる。確かにフェンダー つけるロードバイクも結構出てる感じしますね。出てるね。あれが大きなメリットになってるんじゃないかなと。なるほどです。リムブレーキもシンプルな車輪周りでいいんだけど、それとはまた違ってディスクブレーキにはディスクブレーキのいいところがあるところかな。
僕が今一番 OK 感じてるのはあのディスクの方が汚れないっていうところですね。それはでかい。それはでかい。それはでかい。僕のヘッドはもうなんか黒ずんでます。ロゴが黒ずんできます。あとあのコスパがいいと思う。コスパというかですね。精神的に優しい。精神ああまあカーボンリムとか、ね、あのめちゃめちゃ高級なホイールをリムブレーキで使うと削っていくから。どうしてもこうお金の音が聞こえるチャリンチャリンチャリンそれがない。なるほど。あれはなかなか大きな点やと思う。あと、はい、あとはそのムーツが今ワイヤー引きか。ワイヤー引きですよ。で、あと今電動がやっぱり主体になってきてるんです。しかも僕のフレーム電動性も専用する。今度買うやつ。今度買うやつ。今度買うやつ。電動専用。電動専用なんで。まだ名前は言えんけど。まだ言わないです。言ってもいいと思うんですけど、まだ言わないです。でびっくりさせないですね。電動専用か。じゃあ今までとはちょっと違うね。やっぱり。違う。いやもう今までの正直あの前乗ってたロードバイクが正直あんまりあれだなって思って。クロモリとかストラグラとかそっち側行って楽しんでたんで、またそっちに戻るっていうなんか、うんうん、それもやっぱりなんかやっぱ大きなこう違いを感じたんで、まあもうタイヤとかもなんか太くなってるじゃないですか、うんうん、なんかよくなってるというか、まあ前も僕の使い方に合わせて使えるんじゃないかなっていうので、ちょっとまた戻ってこようかなっていう感じなんですよね。それはあるかもしれない。タイヤが太くなってるっていうのは、まあ、僕のムーツなんかもう25が限界なんですよ、うんうんうん、で今乗っても30ぐらい入るよみたいなのが入るあるじゃないですか。特にタケちゃんのやつはあの32やったかな。であのさっきのリムが太くなってるのも対応できるようになったっていうのが顕著に現れてて、最新の一番新しいホイールのリムってめっちゃ幅が広い。広いですね。これが10年前の人がもしパッて見たら何をしとるんやってなるかも。いやあの僕の初代のあのロードバイクのホイールが転がってるんですけど、めっちゃ狭いです。あれはおそらくブレーキの関係があったと思うので、ね、そこから解放されて、まあ、そう変わったのは分かるんですけど、何が良くなったんですか。ね、まずリムの幅が広くなって、はいはい、ここにつくタイヤが同じ 28C とかでも中に入ってる空気の量が増えた。リムが広くなった。だから空気の量が増えて乗り心地が良いくなってる。で、あとチューブレスに対応するようになった。そこはでかいです。だからチューブレスのに対応でボリュームが空気のボリューム増えたから、ちょっと低圧で乗ることができる。でもなんかめっちゃ低圧、ちょっとじゃないですよ、めっちゃ低圧になってますよ、ね、めっちゃそこが一番でかいかもしれん。うん、誰にでも変速機とかやったら、はい、例えば電動はもちろん電動のいいところがあるんですけど、全員当てはまるかって言ったらそうでも、電動は実はいらないよっていう人もおると思うんですよ。いや僕いらないはずです。今回試してみるっていうだけで、あの全然ムーツの、まあ、デュライスの紐ですけど、機械式ですけど、だからあれよね、シングルスピードだったらそもそも変速機がないやん。なかったで、ちょっとそういうのあんまりどうでもいいよみたいな派だったんですもん。それがタイヤになると、タイヤがない自転車って今のところないから、全員に影響する重要部分、はいはい、そうですね。自転車どんなにいいパーツをつけても唯一地面に触れてるのはタイヤしかないから、そこが変わるってなると乗り心地とか走り心地は大幅に変わる。なるほどです。正直硬くてしんどかったんですよ。硬くて 23C ぐらいで、あそれがやっぱ変わるんかなっていうのがあるんですよ。変わっとった。変わっとった。変わっとった。試乗したんすね。試乗した。あーずるいな。ちょっとねびっくりした。今28C の、 その新しいホイールにつけている28C のタイヤを見たときに、これグラベルロードやと思った。グラベルロードですか。グラベそれぐらいあのでかいさこれはって。でそれは今
業界でこそこそとこう呼び名が出てきて、あのライトグラベルっていうらしい。ライトグラベル刻みますね。ライトグラベルでも主流がもうそっちに行ってるじゃないですか。 そうそうそう、それはもうやっぱ橋を犠牲にせずにライトグラベルになれてるっていうことですね。ロードバイクがそもそももうタイヤがどんどん太くなっていってて、はいはい、それが主流になってるっていう感じかな。だから10年前にロードバイクに乗っててタイヤが細くてちょっと気を使ってたっていうのがもう今なくなってきてる。とにかく乗り心地が良い悪い乗り物だと思ってたんで、ああ今までいやいやいや、それ悪かったんで、あの黒森とかさ自由度が高い方行ったんで、ここはちょっとでかいっすね。その波がロードバイクにも来てるんです、うん、ロードバイクっていう名前やけど中身はちょっと違う。それは主にタイヤ、チューブレス、リムの幅が大幅に変わってるというところかな。ですね、結構ロードバイクってなんかスパルタの乗り物だと、ああいやポタリングとか言うんですけど、本質的にレーサーなんで、うんうんうん、やっぱジオメトリーとか姿勢とかどうしてもスパルタになるじゃないですか、うんうん、あれがちょっとなんかタイヤとかもスパルタなんで、うんうん、そこ変わってくれてるっていうのはちょっとすごい、なんかワクワクしてるんですけど、待ちに待ってるんですけどだから速いのも走れつつ、今度はちょっと荒れたところとか、うん、ゆっくりとしたスピードも許容できるようになってきてるっていうのが広くなった感じですよね。広いね、あの走るこうシチュエーションに対応する能力、うん、ロードやったらもうレース用バシンってあったのが、もう本当にレース用もいけるけど遊ぶこともできるっていう、この幅が本当に全部広いなっていう。それがなんかあれですよね、レース界でもそれがもうその自転車ってなってるのがすごいですよね。なんかすごい面白い、なんか変わったですね。もうパッと遠くから見たら分からないですけど、全然分からない、ちょっと太くなったかなってぐらいですね。細かいところがすごい進化して、近づいていけばわあこれはなんじゃこれってなってあれですね、ちょっと前まではディスクなんかディスク否定派みたいなのがあったけど、なんか変わったっすねガラッといやいいですよ今のロードバイク、今からのロードバイクちょっと面白そうですね。伊賀さん何買うんですか？いや一緒に布教しながら。俺はもうちょっとこれやっていうのがあるけどね。お楽しみにしてます。お楽しみ、はい。そんなところですね。そんなところですかね。ちょっとみんな冷めてるね。もう一回食べましょうか、ね。食べようか。よし。いやーロードバイクいいね。あ、そう、あとあれよね、はいはい、なんかエアロよね、エアロ、あ、エアロもなんか、ね、来てますよね。あの昔のエアロロードってなんか横合成とかそういうのあったじゃないですか、うん、なんかやっぱりなんか山とか行くとしんどいよねみたいな、うん、踏み込むとみたいな、ああいうのどうなってるんですかね今は。実際にエアロに乗ってる人に聞いたんやけど、ちょっとだけ上りが苦手になる。でもそのちょっとっていうのが数秒から実際乗るとサイクリングとかで使う場合はあんまり気にならんと思う、うん、まあそうっすよね。そこ気にするのはあれですよね、相当やり手ですよね。やり手になってきたら気になると思うけど、まあ見た目が好きっていうので選んでいいんじゃないかな、うん、あんまデメリットなくなった感じですかね。エアロですか？俺はね、よし、よし、僕はエアロじゃないっす。俺はね、ちょっと気になる。ちょっとね、あの面白すぎてね、ロードバイクがね。なんかですね。今こう映っていってる。あ、こっち行って、こっち行って、こっち行って、で、それエアロから例えば。レーシーのやつになって、レーシーのやつからヒルクライム用になってって見れば見るほどそれぞれのええところが出てきてちょっと悩んでる。こうなんかオールマイティー楽しめるみたいなやつを選んだんですよ。ああ、なんかそういうとこあるんですね。いやでもオールマイティーなやつってあるんやけど、ありますあります、もう本当のオールマイティーなのは、はい、でもこの幅がレーシーなロードバイクでもちゃんと幅があるんよね、はいはい、この幅には勝たれへんけど、
でこれやったらある程度対応できちゃうんじゃないかなっていうのは。そうっすよね。あのキャニオンのやつだこのエアロードでも 30C とかなんかこんなんすよね。グラベルいけちゃうよって言ってちゃうよって言っとった。全然違う。俺も池田さん何年ぐらい前でもあのあカーボンロード、はい、カーボンロード12年前あ割とあんま変わらない最後に買ったんですかね。買った買った。俺はだってフラッグシップモデル買ったもん。あれキャノンデルでしたっけ。キャノンデルフラッグシップモデルできた。キャノンデール懐かしいな。まあの中途半端なのは嫌やから、こうカタログめくって一番最初に出てきた一番いいやつくれって言ってそれ買った。全然それが一番いいやつです。これで、まあ、それと比べてもこの違うね。違うんすか。全然違う。良くなったんですか。良くなったんですけど。良くなってます。でも体感できるレベルで良くなってる、ね。体感できると思う。もう明らかに違う。なんかちょっと期待感すごい上がってる。だから逆にそのロードバイクの形は変わってないのによくここまで変えれたなっていう。実際あの買うにはだってムーツのジオメトリーとかちょっと再確認して比較としてやってみたんですけど、ほぼ変わってないです。ほぼ同じです。EB ハイドとか全く同じやつと、うん、それででも多分違う乗り物に乗ってると思うんですよ。それ期待値がすごいでかいんですよ。そうだね、楽しみ。僕が先行きますね。でもね、最近練習会の鍵がすごいロードバイクのやつが高いんで。ああ、夜の練習会。夜の練習会あれは聞いてるやろな。聞いてますね。周りがもうギャンギャンの人だよ。ギャンギャンなんで全員ぶち抜いてやらな。首洗って待ってるよ。そのうちあのクリテリウムとか出てるんだよ。クリテリウムですか。でもなんかあるしね、そういうところに黒森で出たくなっちゃう性分だったりする。あ、なるほど。練習はカーボンで。練習はカーボンですかね。本番は黒森で。どっちも楽しいんですよ。まあまあそうやね。なんかシチュエーションですよね。うん、楽しみだね。楽しみっすよ。ロードバイク、今後のロードバイクが楽しみです。どうぞ。あとはちょっとウインナーを楽しみ。まだあるんか。まだあの人肌に温まったウインナーがありますんで。ずっとこうつまんでるんでちょっと衛生面が心配ですけど。なるほど。どうしようかなって。ね、よし、じゃあ行ってきます。はい、じゃあこんなところですかね。ちょっとしょっぱいっす。ちょっとしょっぱい。じゃあ今後楽しみですね。はい。じゃあ組み立てお願いします。マジで。大変だよあれ。また長くなりそうですけど、中どうしたか長くなる。中どうしたかいろいろなってますからね。談義が長くなるすごく。僕の頃からちょっと中通し出始めた感じなんですよ、10年ぐらい。あの中通しはあのまた変わってきてますからね。違う、あれはあのまた違う。いや終わらない。いやーロードバイク、あのはんもうあの何ブラケット部分から行く中通しの、ね、でも中でホースがほつれず折れずのあのルート、あれいいよ。いやもうなんかやりやすいっすよね、まだあのフレームは。なんかもっとヤバいのってなんかあるっすよね。まあな、なんか滑車みたいな顔してたんですよね。あらあら。いやあれはまだやりそうです。あれはね、あのフレームはまだやりやすいです。ケーブルレスやからね。レスですね。しかもないですもんね。ない。電動万歳っすね。楽しみっすね。楽しみっすね。電動とかはやっぱ新しいことの挑戦大事。そうやな。だからそうやね、今までとはちょっと違って新しい一歩、それは重要やと思います。
よし、頑張りましょうか、はい、頑張りましょう、はい、じゃあこれを食べて、食べて、はい、ではでは、ロードバイク談義でした、以上っす、以上本当の談義でした、いやなんか普通に楽しく喋っちゃった、早く行きたい、はい